胸ポケットに、働いてた頃、胸ポケットにボールペン入れてて、刺すときにちょっと気持ちよさはあった。ちょっと気持ちいい。ちょっと。本当に何言ってんだよ。ボールペンをさ使ってさ、ラインゴエだよ。スッて出すとき、ちょっとあ、ちょっと気持ちいいなみたいな。お前ラインゴエだよ。少々みたいな。ねえ。トイレ行ってる間にさ、何かさ、おっぱいチャンスタイムがあったらどうする？ねえよ。見逃しちまう。行ってこいよ。ねえか。ねえよ。じゃあ何の話するか決めて。どうでもよかったら。でもマリンの垂れてる、かっこ垂れてないおっぱいは、うん、結局見てないからね。え、見たい？ここまで来たらやっぱ見せるべきだから、トイレで脱いでくるべきだと思う。脱いでから脱いで戻ってくるかじゃ脱いでくるかな。なんか出てきそうな気配しなきゃ。気配感じてる。分かった、垂れ具合が見たいんでしょ。分かってるから。隠すわ、ちょっと。分かった、トップをね、トップを隠す。後ろ外して。外すね。え、手ぶら。分かった、手ぶらで持ち上げない、自分で持ち上げない、気をつけるわ。これくらい。え、あ、綺麗やん。綺麗、ほんと、めっちゃ綺麗。これエロい。あ、これ、うん、これね、うん、え、綺麗。あ、綺麗、一味さん綺麗です。綺麗。つけてもらっていいの。つけて、でも垂れてないわ。ほんと、え、全然垂れてなくない。垂れてない。これで垂れてるとか言ったら結構怒られるよ。そうだよ、全然綺麗だよ。え、ちょっとこれは今まで垂れてるって言ってたことを謝ってほしい。そう、ここで懺悔してみる。皆さん、ごめんなさい、垂れてません。でもほら、これ酔ってるかな、ちょっと大丈夫かな、はい、でもね、今日はラミンの腹筋と下乳とマリンの垂れてないおっぱいと、垂れてないおっぱいと、ノエルはノエルのパンパンの湿った湿った、ね、びっしょりしたびっしょりしたケツと、びっしょりした。やだわ、びしょびしょなケツ。みんなね、汗かいてますからね。よいしょ。